へえ、急増にしちゃそれっぽくできてんじゃん。純正の制御機構の大部分は取り除いてレイドユーバーのコックピットに交換したわ。グラートを乗せた時は強引に神経につないで動かしたけど、あなたにはそんな必要がないから。ブルードメア系じゃないんだな。これしか用意できなかったのよ。旧型は不満かしら。いや、これがいい。俺が触ってきたシミュレーターもこれと同じ型なんだ。だから最新だったらむしろ動かせなかったかも。あなたがまともに機体を動かしてくれさえすれば、私は私の仕事に専念できるわ。しっかりやりなさい。任せとけって。それにしてもフィオはすごいな。俺なんてまだまだへこんでんのに。至極当然よ。記憶や一部の生体部品こそ残っているけど、今の私は人じゃない。自称をねじ曲げ、復讐を果たし、半身を取り戻す。そのためだけに稼働するただのデバイス。ふん、そういうこと。ロイ・ベケット、あなたこそグラートから託された使命、軽くはないわよ。あの人は俺をマンホール暮らしから引きずり出してくれたんだ。それが間違ってなかったってことをこの戦いで証明してみせる。必ずな。中央管制よりクロスブリード発進スタンバイ。これよりカタパルトデッキへ移送する。クロスブリード了解。ハッチオープン。リニアカタパルト接続せよ。リニアカタパルト接続。進路クリア。射出準備完了。タイミングは譲渡する。システムオールグリーン。コントロールをパイロット。You have。 おう、ロイ・ベケット、クロスブリード出るぜ。分かっているわね。このままアキダリア海に南下、海岸から峡谷へ入ってクリセキ地を目指すわよ。ヨーソロー、岸に着いたら超高速ドライブをダッシュ。バイルーン本拠地である移動惑星にひとっ飛びだろ。高速の艦載の梅雨払いも忘れない。大丈夫大丈夫、これを信じろって。不安だわ。敵が多い。速度を落として簡単に道を開けなさい。了解。っていうか、もうちょっとソフトな言い方があるんじゃないかな。俺たちパートナーだろ。そうなりたいなら努力することで。え、違うんだ。熱源反応多数。うわ、危ねえ。基地からのミサイル砲撃ね。私のシールドなら多少は持つけど、連続した飛弾は危険だわ。避けてみせなさい。ああ、見てろ、全部ぶった切ってやるぜ。そう、バカなの。まずいわ、基地のゲートが閉まりそうよ。なんでだ、こっちは忙しくってさ。対空砲があるから上空からは入れない。このまま一直線に飛び込む。うわ、データベースにない機体、ハイルーンの新型ね。この野郎、バカみたいにミサイルよこしやがって。100倍にして返してやる。
よ。これを落とせば周辺の対空砲も無力化する。艦隊が砲撃にさらされる前に仕留める。こいつの戦い方どこかで。対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだな、フィオア。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労。ご苦労は諸君。これでけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん、ではこのまま加速進路に入る。諸君らも遅れるな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょうだい。この子、俺のことが嫌いなのかな。うう、正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。アッシェンフレイジが襲われてる。チクショー、やらせるか。この反応、ベルさん。私は人類の敵になったの。もう地球へは帰らない。何を言ってるの。君がフィオの双子の姉か。自我は残ってるんだな。何この不細工。言葉を選べよ。傷つくだろ。こんなのに頼っちゃって。フィオは相変わらず一人じゃ何もできないよね。私は違う。私は一人で何でもできる。みんな許してあげる。姉さん、力ずくで止めるしかないのか。クソ、逃がすか。待ちなさい、今は艦隊の護衛が先よ。何言ってんだ。リオはエストを取り返しに来たんだろう。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ、何をしているの。早くドライブ起動に復帰しなさい。リオが邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないこともない。ああ、もう分かってるよ。こんな時までよくそんな冷静でいられるよな。あなたみたいな単細胞と一緒にしないで。データベース該当なし。ファイルーンの新型よ。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そうよ、姉さんと違って私は途中で脱走したから全ての情報を持っているわけではない。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってるわよ。あなたの恥ずかしい話と。な、そんなもん。今はそれどころじゃないだろう。間違いない。この新型には地球人の素体として使われている。おそらく火星で戦った機体。なんだって。フィオやエストと同じってことか。正確にはルーキス研究の過程で生まれたアッシュ。彼らの体はもう。そうか、
楽にしてやるからな。よかった、無事だった。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて、一体何をしていたのかね。リオがエストを助けた。